斉藤英吉4月2日体は、日本の銀行家。北斗銀行頭取、会長を務めた。秋田県湯沢市出身。中央大学法学部卒業後、うご銀行入校。長らく企画部門を担当した。かねてから、将来の頭取候補と目されてきたが、省内銀行との経営統合実現に向けた、改革の手腕を見込まれて、 2008年6月、加賀谷武雄の後継として頭取りに就任した。トップに就任後、従来、地元の直面する諸問題に本腰を入れ、取り組んでこなかったことを猛省し、何よりも、地域の信頼を取り戻すことに全力を注ぐ決意を、固め、本部最優先の組織体質、形式主義のまかり通る経営、男尊女費的な企業風土などが、 象徴的に見られていた北都銀に風穴を開けようと、外部から積極的に人材を投与し、改革を進めた。また、女性公員の活躍推進に力を入れ、女性が多いパート公員の故障を、キャストに改め、その中から毎年数十名を正規公員に投与。約1500人の従業員のうち800人が女性で、構成される組織へと変貌を遂げさせた。 これら施策とともに、東取就任直後に公員と直接対話する、東取河原版をイントラネット上に設け、意識改革を訴え続けた。2019年4月取締役会長、2021年4月取締役に、退き、6月新設の名誉顧問となる。ありがとうございます。